発表の日とか見るのがすごい好きだったの。総選挙とかで、今ガールズプラネットってやつかな、やつがやってて、最終回はで友達が見てるらしくて、それを見てって言われたから見ようと思ったら12時半までらしくて、8時からなんか結果発表のシーン絶対最後じゃん、だからまあいいやと思って今ご飯食べてた、ガルプラの人たちは。だから夜飯してかわいい、ありがとうございます。待てよ、話全然わかんない、うん、だから途中過程は興味ないから、最後だけ、最後だけめっちゃ気になるの。意味わかんないタイプの人。なんだっけ、友達がマシロちゃんが好きらしい。なんかさ、顔とか映ってもさ全然わかんないんだよね、申し訳ないけど。ハートありがとうございます。ちょっと後から追います。可愛い女の子がいっぱいいました。なんかそうそう寝てたからだよ。いや本当にやばくない、今日マジでずっと爆睡してるわ。学校でも寝てたし、家帰ってきても寝てたし、かいかい、テストで寝たんだ。そうだよ、テストで寝れるから、私の学校。本当にありがとうございます。授業なかったんですよ。テストやって、学年1週間みたいなのやって、昼放課に友達と UNO やって、ダンスやった。今日はあしたは楽しみなことがあります。楽しみ、ワクワクさん。今日さ朝からさ、てかそう、お疲れありがとうございます。今回のテスト過去一勉強してないんだけどさ、私そんなことはどうでもよくて、本当ありがとうございます。今日はボイトレしてないんだって。ボイトレ誰か言ってた、ボイトレブログですか。え、言ってないんですね、まだボイトレ。あ、そう、神原のボイトレなんかいっぱいやってたらしいんですけど、あ、今日ボイトレだったのか。そうだ、いや強制じゃないんですけど、いや違うの、今日公演、あ、じゃ公演の日に多分ボイトレやってて、公演の日はあの公演と時間がかぶってたから行けなくて、今日はテストで行けませんって言ってたから行けなかったんだ。そっか、今日ボイトレだったんだ。なるほど、スケジュールを全然知らないから。もしありがとうございます。あ、なんかいい、てかさ
なんか昨日の夜から本当に買い物したい欲やばすぎて、でも別にさめっちゃ買うわけでもないし何も買ってないんですけど結局可愛い、ありがとうございます。いやなんかもうすぐクリスマスだし年末だし、あ自分今年頑張ったなと思ったの個人的に勝手に、てか普通に毎年思うんですけど、でなんか可愛い服でも探してたの、まあ、どうせ来月握手会あるしと思って、遠くかいいか、嬉しい、お金入ったらまあお年玉もらえるしと思って、まあ12月頑張る予定だしと思って買おうかなと思って見てたの。まあありがとうございます。なんかさ今年の冬は自分のブーム的にフレンチガーリーが着たいの、すごいなんかでも服高いんだよね、服ってなんでこんな高いの、なんかすごい思うんですよ最近、服ってなんでこんな高いんですか、え、これ無理やん、半袖やん、めっちゃ半袖だった。いやこの服かわいいなと思って見てたんですよ、全然半袖だったわ、ルノキュン、ルノンキュルだった、全然違うやん、かわいいルノンキュル、名前がおしゃれですね。でなんでさやっぱデザインが高いのかな、なんか永遠に思ってる、8000円とか服高って思っちゃう、いやもう最近5000円でも高いから普通にビビっちゃう需要があるからそう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 、これこのブランドのずっとカバンが欲しくて、私はあそう、このカバンが欲しかったの、ちょっと読み方わかんないんだけど高いんですよ、でこれがめっちゃ人気なのここのお店、なんかエピヌとか知ってると思うんですけど、なんか大体ソールドアウトなんですよそういうお店って、えなんでみたいな、なんでそんな高いの、あ高いのじゃない、売ってないのみたいなのあるじゃん、そしてあそしてじゃない、で今日え久しぶりに売ってるって思ったの、1万円は超えないさすがに、カバンで、いや前買ったやつは違う、これはあビビーってとこなんですけど、なんか10時から販売するらしい、今日のあと20分後、買おうか迷って、いやでもちょっと12月まで取っとくかみたいな気持ちもあるじゃん、いやでもまだ頑張ってないから、そうなんだよ販売数が少ないんですよ、だからちょっとどうせまたいつか発売されるだろうなみたいな期待も込めて年明けに買おうかなみたいなのもありますね、あサンタさんを待つ、確かに、でもサンタさん来た覚えない、去年、あそうだ去年は
あれだ、なんだっけあれ、なんだっけあれ、あ、強制代に誕生日とクリスマスはお金を作ったので、使ったのでもらってない。誰かクリスマスプレゼントください。何、エナは自分にクリスマスプレゼント何買おうかな。いや、なんか、そう、エナのクリスマスプレゼント自分に買おうと思ってるものは一個あるんですよ。それがあれ、エアポッツの新しいやつが欲しくて、いや持ってるんですよ持ってるんですよ、このこちらエアポッツ。いやでもなんか新しいものにちょっと惹かれちゃって、いやなんか欲しいんだよね。あの、ちなみにエアのエアポッツ見てもらったら分かると思うんですけど、汚いんですよ。分かる、伝わりますか。こちら、溶けました。というのもなんか除光液がついちゃって、飛び散った時にここだけついちゃったんだよね。でもなんかまだ、そう、剥げたんですよ。でも音は普通に聞こえるし、使えてるから別に何も問題ないからいいやと思って使ってるんですけど、だからいつか行く変容か迷ってて、もう泣き合わないです。これはバラ、ありがとうございます。だからメンバーと使ってても自分のイヤホン間違えたらすぐ分かる、汚れてるやつ。これはこのチェキは本当はロッカーに貼ってたチェキなんですけど、可愛かったから携帯の裏に入れました。ゆうさんとラブリンさんと撮りました。きみちゃんがチェキ持ってるから撮ってくれて、それをロッカーに貼ってたんですけど、ここに入れました。今のあれが欲しいんだよね、映るんです。なんか思い出作りみたいな、何作りたくて、するんです。買おうか迷って、どこに売ってんのか分かんなくて買えなくて、どこに売ってますか。映るんです。ドンキー、小判ありがとう。今なんか流行ってますよね。まあ流行ったの多分2年前ぐらいなんですけど、あ、そっち系、ビッグカメラ系か、なるほど、コンビニに売ってんの。嘘、探そう。普通に映るんですよ、多分売ってるんですよ。なんか高校の思い出が作りたくて、私はあと60日なんだって学校に行くのが。友達となんか寂しいねって言って話してて、
思い出作るよってなって、最近なんかいっぱい遊んでるんですけど学校で、だから映るんです、でも買おうかなみたいな思い出に。そう、寂しくない？2ヶ月でもう終わりですよ、ほぼ学校に行く日は。2月に卒業式らしい。悲しい。 JK 終わりたくないんだけど。卒アルが早く見たい。でも3年間同じだったよ、友達と一番仲良い、ずっと。ずっと、そう、家が近くて一緒に入れてくれてた子がずっと3年一緒でした。可愛い、ありがとうございます。でも3年間一緒の人5人ぐらいいるんですよ。本当にありがとうございます。でも今仲良しのことはたくさんいた。小指折れた。遊んでます。行って引っかかった。さつわれて絶対漏れてない自信ある。なんかマジ何も何も覚えてない。何もセット、髪の毛もめっちゃ適当にしてった日に限って撮影だったの。マジ最悪と思って、多分こんぐらいボサボサだった。これが整ってんのかどうかも分かんないんだけど、これは整ってる。いやでも前髪がね、あの時ね薄かったんですよ。だからちょっとあんま良くない可能性が 100% だな。わっ、くしゃみなんかそう、綺麗これ。下がボサボサ。いやそれな、最近咳とくしゃみのさ訳が分からん。いやなんか見て、傷ができました。こちらにも傷ができました。イエイエイ。こっちはえ、なんか腫れてるよ。え、なんか手の血を怪我しがちじゃん。なんで、え、そう、なんでわかったの。肌の治安が良くなったんです。私はなったんだよ。マスクあれ買ってみてください。これマスキはすぐ治る。くしを発見。バキバキ。あ、髪の毛抜けた。もし荒れてる人買ってみてください。マスクで。よくわかんないですけど、音
やばいよね。もうこの髪の長さになるとね、こんな音が鳴るんです。実はもうさ、最近食欲の秋がやばくて、どうしようどうしようって思ってるぐらいに食欲がやばい。おまけありがとうございます。なんかなんだっけ、そう、今日の夜ご飯にご飯普通に一杯と、なんかちょっとじゃがいもと鶏肉の煮込みみたいなやつを食べたんですけど、それを食べたのにもかかわらずお腹が空きすぎてどうしようって思ったの。で昨日もお腹が全然いっぱいにならなくてどうしようと思ってて、今日もアイス食べたんですけど、マジで美味しかったアイス。普通にいっぱい食べた。そうなんだよね、なんて食べるときと食べないときの差がすごいんですよ。食べるときマジでめちゃめちゃ食べないのに、はあはあ、ストーリーに乗っけとく。あ、消しちゃったアホ。あ、普通に見せてあげる。これハーゲンダッツの、あ、これファミマ限定のストロベリーショコラパフェを食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。なんかこの前リンゴのカラメリゼみたいなやつ、カラメリみたいなやつを食べたんですよ、ハーゲンダッツの。ちょっとそれは苦手で、苦かったんですよ。すごい多分大人の人は好きなんですけど、ママはすごい美味しかったって言ってた。でも最近食べたのはあの花もちも食べたよ。え、なんか食べたいしさ、新作のアイス、あ、アイス飲みだった。ファミマ限定のスタバのやつ、何それ、え、あ、もうデビュー発表始まったらしい。終わったら見るわ。なんだっけ、何食べたんだっけ最近。この子か、でもか、あ、マシロちゃんって子じゃん、友達の推しじゃん、かわいい。顔整ってるよね、そういう人って。てか何の話してたアイスか、あのあれが食べたいんだよな、ゴディバのアイス。なんか今流行ってない、ファミマに売ってなかったんだよね。あ、めっちゃ甘いの、じゃあいいや。チョコはね、苦いのが好きなんですよ実は。サーティワンもあれが好き、チョコミント。あ、抹茶も美味しいですね。いや、甘いの好きですよ普通に。甘ったるいのは無理、チョコは苦いのが好き。
だからダースとか、あれが好きなんですよ。ビターが好き。でもチョコミント嫌いな人の心理がよくわかんないんですけど。でもいっぱいいるんでしょ、嫌いな人。めちゃめちゃ美味しいのになんでってめっちゃ思う、いつも。っていうのを、なんか嫌いな食べ物もめっちゃ思うんだろうなみたいな。なんかさ、あのチョコミントのあの31の超チョコミントみたいなやつがあるんですけど、食べたことある人いるかな。めっちゃ美味しかったの、それが。あ、磨きこってる人処分していいですか。本当ですか。処分じゃなかった、漢字読めなかった。なんで歯磨き粉の味なんかしなくない？どの歯磨き粉食べてんのみんな。間違えた。歯磨いてんの。じゃあさ、もっと違う味、あのアンパンマンのグレープとかで磨いてみたらさ、チョコミント好きになるんじゃない？そういうさことじゃないの。歯磨き粉の味が嫌なんでしょ、チョコミントが嫌いな人って。だからでしょ、ほらあるじゃん、なんかガリガリ君の。あ、ミントが嫌なの。あ、そっち、もしかして。ちょっとよくわかんないけど、いつか好きになってくださいということで、ありがとうございました。今からガルプラを斬新します。そして前髪を切ります。そして爪も切りますということで、ありがとうございました。バイバーイ。